あの私工具、昔こんな大きなキャビネット持ってた。あの2段の引き出しがついてて、まあ上が開くの。あの有名工具メーカーとかが出してる。工具が好き、何かメンテナンスするのが好き、そういう人は憧れる。あれ、まあなぜか色は赤色、あ最近シルバーもあるか、ステンレスみたいな、まあああいうの持ってた。ただ工具って一般の人ってあまり必要ないのかなっていうのが分かった。それだと人基本的に調べれば何でもできる、そう何でもできてしまうから、そう何でもできるために工具を揃えちゃう。さすがに人知識があっても工具がないとできないことありますからね。ネジの知識がどれだけあったってドライバーがないと回せないですよ。まあそんな考えだと工具どんどん増えてく。だから私まずやることを減らした。必要なことと大好きなこと、それに注力した。まずは必要なこと、何か生活用品のネジが緩んでた、そういう場合に増し締めする。まあ、あとは組み立て式家具の組み立て、その時に付属の工具より使いやすいから自分の工具を使う。まあ、あとは自転車のメンテナンス、そのぐらいが必要なこと。あとは大好きなこと、この大好きなことで考えると私工具自転車のメンテナンスぐらいかな。と言っても自転車のメンテナンスできればやりたくないから、それも必要なものって考えると私ここにある工具全て必要だから持ってる。大好きじゃないけど必要だから持ってる、そういうものばかりになった。それ多くの人、工具って少なくていいですよ。まず持っといてほしいもの、まあ、どうしても工具もしたくない、物をもしたくない、その場合におすすめなもの、まずはこのバイスグリップ、バイスクランプ、これ何でも挟んで締めたりとかできますから、緩めたりとか挟む系はこれなんとかなる。そしてマイナスドライバー、水道が漏れた時、その時に元栓を締めずに手前の栓を締める、それがマイナスドライバーがあるとできる。だからこれ持っとくことをお勧めします。この2つが本当に必要最低限持っといた方がいい、そう思うもんです。誰でも必要になるかなって、マイナスドライバーとこのバイスグリップ。まあちょっとハサミはみんな持ってるからこれは除外して、これは工具かどうか微妙だから文房具かな。次にナットとかを締める、その時こういうメガネレンチ、これをサイズ別に揃えるのがいい、そう言われてる。ただこれをサイズ別に揃えると結構な本数になります。ちなみに私銃なぜ持ってるか、あの自転車のチェーンのテンション、チェーン引き、これを回すために持ってます。基本これいらないと考えますよ。まあただ自分がよく回すサイズがある、そういう人このサイズだけ持っといてください。じゃあ他のサイズはどう回すのか、あのモンキーレンチです。これで回せます。これ大体のサイズ合わせれます。それ両側で締めることありますから2個持ってます。この2個があれば、まあ、締めたり緩めたりできますから。だからボルトを緩める、ナットを緩める、締める、このモンキーレンチ、理想を言うと2本持っとくことをお勧めします。これで全ての対応できますから。まあ、全てというとこんなでっかいネジ締めれるのか、そういうアホな質問はスルーということで。あとは六角レンチ、自転車のメンテナンスには必要。あと組み立て式家具、時々ネジが六角、そういう時に使います。じゃあこの3つは何か、これも六角レンチの長いもの、あの自転車のメンテナンス用に3つ買いました。まあ、長いと力が入りやすいから、だからこれは別に持たなくていいけど私が自転車が大好きだから持ってる。あとはペンチ、エンジニアのネジザウルス、これすごいですね。まあ大体のものを緩めることができる、まあ、あと配線とかを切ることができる、電気工事を時々やりたい、そういう時に使います。カッターナイフ、電気工事の皮膚を剥いたり、まあいろいろ切ったりできます。これは文房具かな、ハサミと同じで工具なのか文房具なのか微妙です。それとこちらオルファのポケットポキ、これ刃を折ることができるんですよ。あのカッターナイフって皆さんなかなか刃を折らないんですよ。皆さんが無知というわけじゃなくて、折った刃をどうします、する折った刃が危険、そう思って折らずにずっと使う、切れ味悪くなっても使う、その時にこちらのセーフティーポケットポキ、これがあるとここ開けてそれ刃を入れてそれ折る、これで折れた刃が中に入る、安全ですよね。出てくることはないでしょう。まあないとしていきましょう。蓋もついてますからね、蓋閉めれば出てこないです。だからこちらがあるとカッターナイフ気兼ねなく折ることができます。あ、忘れたわ、替え刃持ってないな。これ替え刃って1個セットされてるのかな、時々なんか1本入れられる構造のもの、そういうものがあると聞いてるけど、これはどうだろう、あるのかな、どうだろう。それあとはドライバー、先ほどのマイナスドライバーと、まあ、ネジを緩めたり締めたりするためのドライバー、これ私プラスドライバー3種類持ってます。まずこれ精密ドライバー、
ちっちゃいネジを締めたりするもの、ベッセルのものですね。それとブランドものの PB、 これで大きいネジを締めてます、緩めてます。こちら、まあ、結構憧れのブランドとされてるネジ回しドライバーといったら PB、 そんな感じですよ。あ、そうだ、六角レンチも、あ、そうだ、六角レンチも PB ですね。こちらはベッセル、小さいプラスネジを緩めたりするときに使います。マイナスの旋節ドライバー、あんまし回すことないんだけど時々必要になる。これなくてもいいかなと思ったんだけど、使うときはたまに出てくるし、このぐらいだったら、まあ、余分は許されるかな。あ、そうだ、この10ミリのスパナ、別の用途がありまして、この PB のドライバーに合体できます。そうすると力を入れて緩めたり締めたりすることができる。ここに六角がついてるんですよ。力すごい入りますよ。あ、そうだ、プラスドライバーって英語でプラスドライバーじゃないんですよ。これ知ってますか？かなりどうでもいい話ですけど、フィリップスって言うみたいです。だから海外ブランドのドライバーの表記だと PH なんとかって書いてある。これフィリップスの PH、 まあどうでもいいネタですね。それとニッパー、これもうペンチがあればいらないだろうと思ったんだけど、ちょっとペンチだと電線とか切りにくい、だからこれ買いました。細い線とか切るとき、こちらの方が切りやすい。あとはタイラップとかを切るとき、ペンチより切りやすいです。まあ、ただプラモデル用じゃないから精密な切断は厳しい。こちらドライバー、この先端に磁気があると使いやすい。その磁気をもうつけるためのものです。磁気をつけるとハッツ。あ、そうだ、これ磁気を取ることもできる。こちらこれで磁気が取れます。取れてますね。これ磁気を帯びてた、これでやってみようか。磁気を帯びてますね。帯びてる時にこの PB のこのマグネットで障子する。こちらも障子、そうつかなくなる。これ嬉しいですね。あれ、こっちは磁気を帯びてるわ、全部やれってことか。障子、そうつかないです。これも磁気を帯びてるな。障子しますか。もうひっつかないですよ。あれ、いろんなものが磁気を帯びてるな。これとかこの PB のお役、磁気をつけたり除去することができます。水平器、これ一般家庭であるといいですよ。何か棚とかつけるとき、だいたい目分量でやる。そうするとずれるんですよ。でもこれで合わせると水平が合います。この泡が真ん中になるようにして合わせます。この状態だと水平取れてます。あの人水平出すの苦手なんですよね。こうやって水平出してって言ってこうやると、だいたいは水平じゃない、硬い出るんですよ。人にはあのセンスがないから、そのセンスを身につけるよりこちらを買った方がいいです。ブランドはエビスダイヤモンド、なんか職人向けみたいです。飛び職用でここでぶら下げられる。あとはテスター、これ一家に一台あるといいですよ。コンセントに電気が来てるか、配線が切れてるかどうか、それがわかります。あの、私横川一番ちっちゃいの73101、電流は測れない。これもいいところです。あの、電流レンジがついてると大体は間違えてショートさせる。電圧測ろうとして電流レンジで当たると、あの、壊れます。大体は10アンペアのヒューズが入ってるからそれは飛ぶ。ただこちらそもそも電流を測る機能がないから、そういうミスがない。保護メガネ、あ、なんか切るときに飛ぶことがあるんですよ。その時に目に入ったら失明とかするから、これを使ってます。こちら非常に見やすいです。あと私かぶり物系非常に苦手なんですけど、これは大丈夫でした。あとはハンマー、釘打ったりとか、あと物を壊したりとか、外れにくいものもこれで振動を与えれば取れる。プラスチックの方で叩けば傷つきにくい。こちらプラスチックハンマーって言います。まあ、ただプラスチックハンマー、あの、ピコピコハンマーの類じゃないです。これ叩いても痛いです。人は怪我させられるから、そのぐらいの殺傷力はあります。手打っても痛いですよ。だからプラスチック、金属に傷がつきにくいというだけで、あの、叩いたら痛いです。あと私の工具箱、こんなちっちゃいんですよ。まあ、いろいろステッカー貼ってありますけど、この中にまとめていきましょう。あ、工具の見直しやった方がいいですよ。やらないとどんどん溜まってきますから。大体の工具箱、工具以外のもの入ってますよ。あ、忘れた、千枚通し、これネジ打ち込むとき便利です。まあ、あとこれ保管するとき、反対にしているときは怪我しない。これも好きなところです。では工具を戻していきましょう。忘れてるもあるな、あとタガネ、何か物をこちったりとか、ハンマーで打撃するとき、こんな感じで
これいいですよ。よくこれマイナスドライバーを使う人がいる、こういう貫通ドライバーを使ってやる人がいる、あれはダメです。貫通ドライバー、ネジを緩めるときは使ってもいい、緩みにくいネジを振動を与えながら回す。ただこれでこじったりとか、まああと何かバリとかを取ろうとするの、それはダメです。ドライバー壊れますから。だからそういう場合高値使ってください。まあ基本的にあまり使わないもの、そういうものから入れてきます。私の場合テスターあまり使わないからここに入れてます。次に高値も使わないな。なんか忘れてるものがあるな。これ巻着コンベックス、これあるでいいですよ。いやコンベックスもしまう、ここでいいかな。モンキーレンチ使用頻度が少ない、だから下の方。ハンマーも使用頻度が少ないです。これそこそこ綺麗に入れないと後で入らないってありますからね。バイスクランプ、これもあまり使わないんですよね。マイナスドライバーあまり使わない、精密ドライバーマイナスも使わない、まあプラスもあんま使わないですね。入りそうなところに入れていきましょう。あ、メガネ、私そのまま入れてたら友達からメガネって傷つくからケースに入れた方がいいって言われてケース買いました。まあ、安いからケース買ってくださいよ。これで閉まるかな、当たるな、入った。私の持ってる工具これに全部入っちゃいます。この生活で何年だ、3年ぐらい生活してます。ただ十分生活できてます。まあ、あと工具はこれだけだとこの工具箱で対応できないこと、それはできないということにできますから、より自分のやることに集中できますよ。ちなみに私今ハンダ付け関係できないです。だからハンダ付けしてなんかコードを直す、オーディオ系のコードを作る、そういうことができなくなってます。できなくなってるからやらない、それによって集中できる、その考えがミニマリストです。ですので皆さん、物が多いなと感じてる人、工具見直してみてください。あと工具持ってる人、半年に1回ぐらいこのように出して整理してみてください。余計なものが入ってる、工具以外のものが入ってる、全然使ってない工具が入ってる、ゴミが入ってる、そういう見直しができます。